春の夜風がめちゃめちゃ心地のいい、5月1日月曜日の午後10時に回りました。皆さんこんばんは。5月もよろしくお願いします。この曲でスタートしたいと思います。愛しさと切なさと心強さといつも感じている。あなたへと向かって過ちは恐れずに何で行こうか迷ったんですけどもね、好きな TK で行きたいと思いますけれども、はい、まあ、5月もねどれだけ歌えるか分かりませんけれども、頑張っていきたいと思います。篠原涼子 with 小室哲哉、愛しさと切なさと心強さと。遠い空をあの日眺めていた、やりかけの青春も経験もそのままで永遠を夢見ていたあの日を今もう二度と繰り返さずに戻らずに生きることできなくて憧れて、でも少しずつわかってきた。戦うこと悲しくて泣きたくて叫びたくてもあなたを信じてる言葉にできない。過ちは恐れずに進むあなたを涙は見せないで信じていたいよ。あの小室哲哉のね、あの声ってどうやったらできるんでしょうかね。難しいですけども、あの真似してるつもりはないんですけどもね、あの感じがやっぱね、あの心地よい声なんでね、あの小室哲哉の声っていうのはすごいあの目指したいと思ってます、今更ながら。はい、みりんぱさん、ラー油さん、お初ありがとうございます。ひまわりママさん、トムトム、ゆうちゃ、あやちゃんは寝坊したんかい、今日も飲むんか羨ましいぜ。それからアカラホリックさん、チカタンありがとうございます。それからミケチン、TDR 行くよってことで、ランドかな、いいなぁ、羨ましいな本当に。子供が泣いちゃうということで、あのそうですね、あのミッキーを見ると泣いちゃうんですよ、お子様は。はい、うちもそうでした。今はどうなのかな、わかんないけど、あのミートミッキーね、いいね、行きたいね。あのカミッキーがいるんでねマニアックな話になりますよ、またあのカミッキーって言って神な対応するミッキーがいるんでね、夜、特に夜いますね。はい、まあ、ミッキーが機嫌がいいってだけなんでね、あのミッキーがいっぱいいるってわけないですからね、ミッキーは一人しかいませんから。はい、はい、それから、トスケーさんありがとうございます。デビさんもありがとう。デビさんチューリップを中学時代にハマってて、ベストアルバムをヘビーロテで聴いてたということで、はい、自分もね割とチューリップ聴いてたんですけどね。はい、ありがとうございます。それから RA ちゃん帰ってきました、ありがとうございます。お久しぶりです。歌の修行はどうだったかいね、まあ自分を見つめ直す旅に出るということでね、あの危機戦になったのかな、また歌ってください、ありがとうございます。それからウィリスさん、旅猫さん、アロハさんは、アロハさんもあの TDR 行ってらっしゃい、明日かな、いいな。今ね帰り道、あの舞浜通過したんですけれども、風が心地いいです。それから歌広さん、七ママ、皆さんありがとうございました。キープオンスマイリング。